エビの高原地図、エビの高原、背後は、韓国竹洋山エビの高原は、九州南部に連なる霧島山の韓国岳、エビの岳、白鳥山、古式岳に囲まれた、盆地上の高原である。標高は、約1200メートルあり、宮崎県海老の市の南東部に位置する。競技のエビの高原は、韓国竹北西斜面に広がる。 面積約0.8平方キロメートルのなだらかな火山性洗浄地を指すが、抗義では韓国だけ、海老のだけ、白鳥山、古式だけに囲まれた面積約5平方キロメートルの盆地全体を指す。霧島近郊湾国立公園の一部となっており、年間約80万人の観光客が訪れる。高原北部に不動地、六能を大池、 白紙池などの加工庫が点在し、池をめぐる自然研究路は美しい日本の歩きたくなる道500線に選定されている。また、ここから韓国岳や大波池への登山道が伸びており、霧島山登山拠点の一つともなっている。温泉が流出する保養地でもある。地質は韓国竹加工から噴出した業界隠れ祈願や伊予山、不動地、 六関の大池、白石池から噴出した関心溶岩などで覆われている。地下4から5メートル付近に倒木が埋没している地層があり、火山活動と森林化が繰り返されたことを示している。韓国竹北西斜面の火山性洗浄地はススキアとなっており、秋には赤く色づく。これは伊王山から噴出するアリウ酸ガスが酸化され、 キルーンとなりススキに含まれるアントシアンに採用するためとされ、エビの高原の雨の多さ、秋の気温低下、強い紫外線などの条件も関与していると考えられている。周辺の丘陵地には赤松などのビリンが広がっており、森林浴の森百選に選定されている。世界でもエビの高原近辺にしか自生しないの、カイドウをはじめとして、宮間霧島の群落。 コツクバネウツギ、岩鏡やミヤマイツルソウなどの鉱山植物が見られる。九州ジカやイノシシなどが生息しており、秋にオスのシカがメスのシカを呼ぶ鳴き声は日本の音風景百選に選定されている。エビノという名称の由来は秋になるとススキアが一面エビ色に変わる景色から名付けられたとする説が一般的である。その一方で、 入り江を望む火山の裾のすなわち高秘能を語源とする説もあり正確な由来は分かっていない。十世紀中頃には昭空が修行に訪れ、江戸時代にはしばしば島津市が立ち寄っている。江戸時代以降、硫黄山付近で硫黄の採掘が行われるようになった。1950年代に入ってから宮崎県が中心となって観光地としての整備が行われた。もとは、 硫黄採掘者のための小屋が存在する程度だったが、1951年、不動地付近にロシア風の山小屋が建設され、登山客を集めるようになった。1953年には、飯野町からの県道が開通するとともに、県営宿舎が開業している。1958年には、北霧島有料道路が開通し、アクセスが改善された。この道路の建設にあたっては、 当時の国会議員瀬戸山三男の尽力があったと言われている。また、岩切翔太郎によって、海老の高原ホテルが建てられ、保養地としての整備が進んだ。観光開発初期の知名度はあまり高くはなかったが、当時の日本国有鉄道西部士社長が海老の高原を訪れ、準急列車の愛称に海老野を採用したことで、日本全国に知られるようになった。 エビのエコミュージアムセンター足湯の駅エビの高原、宮崎県観光、リゾート化、平成18年観光動向調査結果、荒木徳造、宮崎の植物あれこれ、宮城、文化情報センター、2008年、柏木流郷、大辞典から見たエビの市の地名校エビの市市段改編、発行、エビの第27号1993年、中原寺水保、観光と登山、 霧島山総合調査報告書、岩切翔太郎、海老の高原の歩み、霧島山総合調査報告書、ありがとうございます。